皆さんこんにちは、ソロキャンパーのおじまるです。今回はですね、ホテルキャンプスさんからご提供いただいたコットやマット、ブランケットなどのご紹介をします。キャンプではテントの中で寝ることになりますので、家とは違って快眠できないこともありますよね。そんな時にですね、コットや厚めのマット、そしてブランケットなどがあると家のベッドで寝るような感じで快適に寝ることができますので、キャンプでも家のように快眠したいなと思う方は、今回のコットやマット、ブランケットなどを参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。はじめにご紹介するのはコットです。このコットはですね、他のメーカーでも売られているようなコットなんですが、ホテルキャンプスさんならではの特徴も含まれているので、そこを踏まえてですね、ご紹介したいと思います。まず特徴としては、このコットはローとハイというね、あのモードがありまして、高さを2段階に設定することができます。キャンプではテントの中で寝ることもありますが、例えばワンポールの中で地面にですね、そのままコットを設定して寝ることもありますよね。その時にですね、テントの高さとかによってですね、コットが高いとテントの膜体にですね、体が触れたりしてしまうことがあります。そんな時にコットを低く設定して快適に寝ることもできますし、コットを高くして簡易的に椅子のように使ったりとかですね、そういうこともできます。はい、それではですね、簡単に組み立て方をやってみたいと思います。こちらのコットですが、この収納ケースで分かるようにベージュ色ですね、このような色のものを、提供していただきました。この他にもブラックとかもありますが、今回はこのベージュ色を使ってみたいと思います。収納袋にはこういうふうにディジーチェーンっていうのがあって、こういうふうにですね、ここにカラビナをつけたりすることもできます。そしてサイドにですね、大きなジッパーがありますので、コット本体の取り出しもスムーズにできます。はい、こういう感じでジッパーもかなりスムーズに開けることができます。収納袋の中を開けると、このようなセットが入っています。こちらはですね、コットの生地になっています。この上に実際寝るような形になっていまして、あとはフレームですね。こちらはメインポールがこのように2本入っています。そしてこちらがですね、メインポールにつなげる足になっています。この収納袋の中にはコットの足が入っていまして、これを取り付けることによってコットの高さを上げることができます。そしてこちらは収納袋ですね。それでは早速組み立ててみたいと思います。組み立てる時にはまずこちらのコットの寝る生地ですね、こちらをまず広げます。こうやって広げてですね、ここのサイドにメインポールを入れます。このメインポールはこんな感じでショックコードでつながれていて、簡単に長くすることができます。これを2本長くします。はい、こんな感じでとても簡単にポールを組み立てることができました。これからコットのこのシートですね、このシートの両側にポールを差し込むんですが、こちらのホテルキャンプスの特徴としては、シートの両端、こちらどちら側からでもポールを差し込むことができます。これはですね、片方のものもありますけど、このホテルキャンプのものは両側から差し込むことができますので、迷わずですね、ポールを差し込むことができます。ポールの差し込みはとても簡単で、ここは少しですね、こう切り込みがありますので、ここに差し込んでいきます。はい、こんな感じで差し込むとスムーズに入れることができるんですけど、こちらの特徴としては、この途中がですね、こういう切れ込みがあるんですけど、ここにこういうふうにガイドみたいのがありますので、うまくやるとですね、ここをしっかりこう通すことができます。はい、このようにポールを差し込んでいきます。はい、差し込んだらですね、このポールの最後のところを、ここのガイドを引っ張ってあげて、ここのエンドに引っ掛けるだけですね。これを両側ポールを入れます。はい、このようにですね、入れてあげる。
ちらもしっかり留めてあげると、はい、ここがすごい硬いものもあるんですけど、この硬さがですね結構絶妙な感じで、あまり力を入れずにここを留めることができるっていうのはこのホテルキャンプのいいところだと思っています。次にですね、こちらのパーツ足になるんですけど、これが3本入っています。この3本を組み立てるんですが、こういうふうにですね、ここをカチッとはめ込むだけです。両側をはめ込む。でこの時にですね、ここのこう曲線ですね、この曲線をこのはめ込む方、これをこう弓なりにこう曲がってる方をですね上にします。これをこんな感じで逆にこういう弧を描くとうまく設置できませんので、しっかりですねここを間違わずにこの方向で組み立てます。はい、これを3本やりますね。はい、こんな感じで、はい、これが3本できました。この3本をですねこちらのシートに取り付けていきます。このシートに足を取り付けていきます。まあ、やりやすいのはですね、シートの裏側を自分の逆側にしてですね、これを取り付けますが、まず一番最初は一番真ん中に取り付けます。でこういうレバーがありますので、レバーを上側にして、このレバーを開いてこういうふうにですね取り付けます。はい、カチャッと、はい、握れば OK ですね。ここを握り込むときには手で握り込むというよりは、自分のですね体重をこう乗せてレバーをしっかりと下げるような感じでやると、女性の方でも簡単に組み立てれると思います。ポールの真ん中にはこのようなリングがついていて、まあ、ここをですねこの切り欠きみたいのがありますので、ここをしっかり合わせて取り付けるのが重要です。真ん中を取り付けることができたら、あとの2本を両側に取り付けます。取り付け方は一緒で、このレバーを開いて下にはめ込んで上にはめ込んで体重をかけて握り込む。最後の1本も同じようにしっかりとはめ込んで握る。はい、これでコットができました。これでコットは完成です。この状態だとコットは低い状態ですが、最初に説明した足をですねつけると高いコットになりますので、これからその足を取り付けてみたいと思います。コットを高くするための足はこの収納袋に入っています。はい、取り出してみます。はい、収納袋の中にはこのような足が入っています。地面に当たるところにはこのような足の部分ですね、ゴムみたいになっているところがあります。はい、この足がですね2、4、5、6、7、8、9、10、12本ありますので、この12本を取り付けます。12本取り付けるので少し手間はあるかもしれないんですが、快適に過ごすためにはこの12本をつけた方が、椅子とかに使ったりとかですね、割と高いコットだと快適に過ごすことができます。コットの足を取り付ける場所はここです。ここの丸い穴にですねこのように差し込むだけです。はい、このように差し込みます。はい、このようにねしっかりと奥まで差し込むことが必要ですね。これを12本差し込みます。はい、12本差し込むことができました。これでコットを高くすることができます。はい、こんな感じですね。コットを高くすることができました。こういうふうに高いコットにすると、簡単にこうやってね椅子みたいに座ったりとか、この上にですね汚したくないものを置いたりとか、そういう使い方もできますね。もちろんコットが低い状態でも同じように使えるんですけど、やっぱりね低いとこう
座ったりとか立ち上がるのがちょっと大変なので、まあ、テントの高さとかがあれば、まあ、高いコットで使った方が、まあ、快適なんじゃないかなと思っています。コットの張り自体は柔らかすぎず硬すぎずっていうところなんですけど、まあ、これはですねもう使う人の好みでありますので、まあ、何とも言えないんですけどね。僕はですね硬すぎるよりは、まあ、少し沈み込むぐらいが楽かなと思うんですね。まあ、これはですね使っているうちにもちろんこの生地自体が、まあ、へたってくるって言ったらおかしいかもしれないんですけど、まあ、少し弱くなる可能性もありますけど、まあ、今はこんな感じでね十分張りもある状態ですね。ちょっと寝てみましょう。程よくですね体が沈み込む感じで心地よいですね。とても快適です。次にご紹介するのはインフレータブルキャンプマット 8cm の厚さのものです。このコットの上にこの 8cm のインフレータブルマット、まあ、空気を入れるマットですね、まあ、これを敷くとですねかなり寝心地が良くなりますので、これを実際にですね膨らませてみたいと思います。インフレータブルマットを収納ケースから出してみました。まあ、このようにロールになっていまして、こちらにですね空気を入れるバルブがあります。このバルブはですね両サイドにありまして、こちらにも取り付けてあります。そしてこういうねゴムのバンドで留められていますので、まあ、しっかりですねコンパクト、まあ、コンパクトではないですけどね、まあ、こうやって収束することができます。まあ、大きさはねちょっとちっちゃくはないけど、まあ、これでですね、まあ、快眠できれば、まあ、許容できる大きさではないかなと思っています。まあ、特に冬場とかは下からの冷気を遮ることができるので、このぐらいの厚いマットだと寒さもですねかなり軽減できると思います。はい、それではですねこれを膨らませてみたいと思います。はい、それではですねこの収束バンドを取って広げたいと思います。横から外す感じで、これはなくさないようにどこかポケットとかに入れておきましょう。はい、これをですねこんな感じで広げるんですけど、かなり腰があるというか固めのマットですね。これを膨らますんですけど、このバルブをですね開いておくとある程度この中に空気が入っていくようなものになっています。これでしばらく放置していくとある程度空気が入ると思うんですけど、ポンプとか使って強制的に膨らますのもありですね。実際にポンプ使って膨らましてみましょう。はい、だいぶ入りました。これでバルブを閉めてあげる。はい、これで完成です。はい、ポンプを使ってですね入れてみました。はい、こんな感じでなかなか弾力のあるマットになりましたね。厚さは8センチということで、まあ、かなりね快適ですね。いや、これだけね厚みがあると本当に快適に寝れますよね。ちょっと寝てみよう。おお、やっぱりねコットだけで寝るのとこのマットがあるのだと全然快適さが違いますね。しかも8センチの厚みがあるんで、この底付き感がないというかね、もう全然コットに触れる感じはないので、まあ、とっても快適ですね。結構表面は硬く感じたんですけど、もちろん今服をね着てるんでそんな感じないですけど、そこまでこうゴワゴワした感じもなくて寝心地がいいですね。こちらのマットなんですけど、こういう風にねボタンがついていて、このマット自体を2枚とか3枚連結することができます。コットだと、まあ、これは使わないかもしれないんですけど、テントの中で寝る時にね、まあ、2人とか3人、まあ、家族とかで使う時にこれを連結することによって、まあ、しっかりコット自体をまあ、つなげることができますね。まあ、こういうね細かいところも嬉しいですよね。はい、そして表面はですねこういう風になってるんですけど、裏側を見てみると、はい、このように滑り止めになっていますので、コットからずれ落ちることも少ないと思いますね。もちろんインナーテントの下っていうのも結構ねナイロン生地とかで滑りやすいので、まあ、こういう風に滑り止めがあるとこうずるずるね滑ったりとかしないんじゃないかなと思います。と言い忘れてましたが、
このコットのね横、この頭側の方のサイドにですね、こういうディジーチェーンがついていますね。ここのディジーチェーンにポーチをかけたりすることができます。これはですね、ホテルキャンプスさんから発売されているサコッシュなんですけど、こういうふうにね、こちらの肩掛け紐とかもついています。これを取ってですね、コットのディジーチェーンのところに取り付けることができます。はい、このサコッシュをですね、カラビナを使ってこのディジーチェーンにこうやって取り付けます。はい、そうすると頭側にですね、こういうちょっと収納ができて、例えばこういうところに携帯電話とかを入れることができますね。はい、ホテルキャンプさんのサコッシュをこのように取り付けるとこんな感じになります。このディジーチェーンは頭側だけなんで足側にはついていません。ちなみに両サイドついていますので、右左お好きな方に取り付けることができます。はい、逆側にもつけてみましょう。はい、こんな感じで逆側に取り付けることができました。例えばね、ここに iPhone とかを入れたりとかもできるんじゃないですかね。はい、あまり収納力はこれ自体はないんですけど、こうやって少しでもね、入れるところがあると便利ですよね。このコットとマットを敷いただけでもかなり快適なんですが、さらに快適にするものがあります。それはリバーシブルホットカバーというコットカバーになりますね。これからご紹介します。そのリバーシブルホットカバーはこちらです。はい、こんな感じでちょっと柔らかいものになっているんですけど、これを開けてみます。はい、これがリバーシブルホットカバーです。こんな感じでリバーシブルで使えるコットカバーになっています。片方はこういうフリース生地みたいな感じでふわふわ気持ちいい素材になっていて、もう片方はこうサラサラしたものですね。はい、季節によって、自分の体に当たる方をリバーシブルで変えることによって快眠することができます。今はですね、ちょっと寒い時期なんで、このフリースのほわほわふわふわの柔らかい方を上にしてセットしてみたいと思います。リバーシブルホットカバーをこのコットの上に乗せてみました。コットよりも少し大きなサイズになっていて、完全にコットを覆うことができます。このコットカバーなんですが、コットよりも大きいサイズになっていますが、このままだと結構めくれたりとかずれ落ちてしまいますよね。なのでこれがよくできていまして、このコットカバーの四隅にこういうコードがありまして、これをこうやって絞ることによって、このコットのね、角をしっかり止めることができます。はい、これを四隅しっかり止めていきましょう。はい、こうやってコードをですね、引っ張ってここでしっかりとギュッと、はい、これで OK。 足側も同じようにこれを絞っていきます。ギュッと、はい、こちらもちょっと引っ張ってギュッと、はい、OK ですね。リバーシブルホットカバーの四隅をしっかり絞り込んだことによって、このホットカバーがずれることなくしっかりとフィットしました。はい、これでこうやってね、寝相が悪くゴロゴロしても、ゴロゴロすると落ちちゃうけど、はい、これがねしっかり密着して取れなくなりました。めちゃくちゃいいね。この肌触りもめちゃくちゃいいので、冬場とか最高ですね。おお、なんかお尻がポカポカするような気がする。寝てみよう。あー、なんかこれまた寝心地が格段に良くなった感じがするわ。最高っすね。いや、このまま寝そう。こんな感じでですね、コットとこのホットカバーと
その下にはですねインフレータブルマットで完璧な寝床ができたんですけど、これでですねちょっと寝るときにさらにあるといいものをご紹介したいと思います。それはですねアウトドアホットブランケットシュラフ5層構造です。はい、これがアウトドアホットブランケットですね。早速中を開けてみたいと思います。このアウトドアホットブランケットの収納袋なんですけどちょっと変わってるんですよね。まあ、今まではこう巾着型だったんですけど、これはですねこんな感じでロールタイプの収納袋になっています。はい、こんな感じでね大きめの収納袋になっていますね。ガバッと開けるとこんな感じで出てきます。もう今回はですね全部色を合わせてご提供していただいたんで、まあ、同じ色ですよね。このコットカバーと同じような素材でできていて、これもリバーシブルになっています。表側はフリースのような感じで、外側は今こういう風なサラサラした肌触りの素材になっています。まあ、シュラフっていうぐらいなんでこのようにですね封筒型のシュラフの形になっています。このアウトドアホットブランケットの中に取扱説明書が入っていまして、この説明書に製品特徴が書かれています。まあ、冷気を遮断して保温する5層構造のホットブランケットっていうことで、この5層っていうのが吸湿発熱ボア断熱アルミシート、保温綿断熱アルミシート、タフタ生地かっこ撥水加工、このようにですね5層構造になっていて、割とこう薄い生地でも保温性とか吸湿発熱ボアで発熱してくれるんでしょうね。まあ、そんな感じでねあったかく寝れるものだと思います。さすがにねこれだけでマイナスとかねそういうこうマイナス5度の中で快適に寝るっていうのは難しいかもしれないですけど、まあ、例えばあの冬でもねちょっとした昼寝とかにこの日中これで寝たりとか、あとは膝掛けとして使ったりとか、そういう用途で使うのはいいんじゃないかなと思います。あとはですねシュラフ冬用持ってないよって方だったら、まあ、夏用のシュラフの中にこれを入れて寝たりとか、そんな風な使い方もできるんじゃないかなと思ってます。シュラフって結構ねなんか肌触りとかあんまり良くないじゃないですか。こうこっちだとサラサラしてるような感じでね、で冬場だと、まあ、こういうボアみたいな感じで肌触りもいいので、まあ、これを内側にしてね寝ることで快適に寝れるんじゃないかなと思ってます。こうやってね触ってたりとかこの膝にかけてるだけでポカポカあったかく感じるんですよね。これはねなんかあるとやっぱいいと思いますね。現在ねホテルキャンプスさんの公式サイト見たら欠品中ってことで、おそらくねこれ人気商品なんだと思いますね。これいいねすごく。でここにねなんかアテンションって書いてあって、ファスナーについてっていうのがありますね。ファスナーを上下させる際に生地を噛むことがありますのでご注意ください。開閉の際はファスナーがまっすぐになるようにしてゆっくり上下させてください。もしも生地が噛んだ場合は乱暴に動かさずにゆっくりと生地の紙を外しながら引き戻してくださいってなってますね。まあ、実際にねこれ使ってて、このバーにねこうファスナーが噛むことがあるんですよ。それがねちょっと いまいちって言ったらね良くないかもしれないけど、ちょっとストレスを感じるとこでしたね。まあ、実際にねファスナーの動きとかちょっと試してみましょうか。それではねここのファスナーのね動き、実際にこういうところに噛んじゃうかちょっと試してみましょうね。こういう感じで引いていくと割と、うん、大丈夫ですけど、たまにねこうやってここに噛んじゃうんですね。なので開けるときはちょっと外側に引っ張りながらこうスライドさせていくと、紙も少ないけど確かにちょっとねストレスは感じるかなっていう時もあるけど、まあ思ったよりは大丈夫そうですね。うん、まあ、こんな感じでファスナーの動き、うん、少しぎこちないところもあるけどね、まあ、あんまり開け閉めすることも少ないかもしれないんでね、まあ、ここは許容範囲かなっていうところはあります。でファスナーずっとね開けていくとこの足側まで全部開くんですよね。そうするとこう大きな1枚のブラケットみたいになります。これがファスナーを全開にした状態ですね。もう1枚の大きなこうブランケットになって、まあ、ダブルサイズぐらいですよね。はい、でこう表と裏で使えて、
例えばね、日中とかちょっと過ごすときに、まあ、火に弱い材質だと思うので、あまり焚き火の近くとかでは良くないかもしれないけど、こんな感じで膝掛けにしたりとか、これで結構ね、あったかいですし、片側はこういう風なちょっと防風性のありそうな素材なので、風今日結構吹いてるんですけど寒さを感じないですね、こうやってね、かなり温かみを感じる、いいですね。こんな使い方もできるし、先ほどねご紹介したように寝るときにこれを使うのもいいかもしれません。いいね、かなり大きいんで、このコットの上に2人並んでね座ってこんな感じ2人でかけたりとかもできるんじゃないかなっていう大きさがあります。はい、足元までこんなね感じで来ます。もちろんこのままね、こうやってちょっとキャンプに昼寝とかするときにこれを上掛けで使うこともできますよね。これをジッパーを全部閉めちゃうと割と窮屈感があるんだけど、これを開けるともう本当布団のようにこうやって使って寝たりすることができるんじゃないかな。あったかい、五層構造すごいね。いや、これはちょっとね、このセット持ってきたら快眠間違いないんじゃないかな。このジッパーはこうやって2つついてるダブルジッパーですね。こんな感じで両側からこうやってね、開けたり閉めたりできるんで、まあ、足側だけちょっと暑いから開けときたいとかね、そういう時にはこういうのは便利ですね。そしてリバーシブルで使えるので、このジッパー自体がこういう風にくるっと裏返しにできる、こんな感じのねジッパーですね。よくできてますね。今こうジッパーを閉めようと思ったら、やっぱりここのボアの部分がここのジッパーに噛んでしまって少し動かなくなってしまったので、まあ、こういう時は無理に引っ張ったりとかしないで、優しくこのボアをこう取るような感じでね、また操作し始めるのがいいと思います。はい、こんな感じでしっかりね、このアウトドアホットブランケットをリバーシブルにするときには、全部ジッパーを開けなくてもこうやって封筒型なので、こう裏返してね、パッとこんな感じにすればそのままジッパーを開けずに裏返すことができます。はい、こんな感じでね、いいですね。はい、ということで今回はですね、ホテルキャンプスの 2way フォールディングコットとインフレータブルキャンプマット 8cm リバーシブルホットカバー、アウトドアホットブランケットのご紹介をしました。すべてこれを揃えようとすると結構な金額になってしまうので、まあ、例えばご自分のね予算に合わせて自分が必要とするものを揃えていくのもいいと思います。そして少しずつこう買い足していくっていうのもありなんじゃないかなと思います。やっぱりまず大事なのはコットと、あとはこのインフレータブルマット、これがあればお持ちのシュラフとかを合わせてまずは快眠できると思いますし、さらに快眠したかったらこういうコットカバーとかね、このブランケットを揃えてみてはいかがでしょうか。ということで、この動画が参考になったとか良かったっていう方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次のキャンプでお会いしましょう。さよなら。今ホテルキャンプスの公式ページを見ていたんですが、先ほどねフルセットを購入するとお得に買えるみたいですね。まあ、例えばコットマットホットカバーを購入すると単品購入より1000円お得とか、2セット以上ご購入で 10% オフっていうものもあるみたいです。ということで、今回ご紹介したものを例えばフルセットで買いたいよって方はホテルキャンプスの公式ページで購入するとお得かもしれません。